キリギリス、キリギリス、シューキリギリス、今日は、以下では1、のキリギリスについて解説する。日本ではなく、虫の代表の一つとしてその名がよく知られている。かつてキリギリスの和名で知られたものは、東北地方から九州地方まで分布するが、2000年代以降、それらは少なくとも、東キリギリス、青森県岡山県と、西キリギリス、 近畿地方、九州地方の2種に分けるべきだと考えられている。さらに細かく分けられる可能性もあるが、未だ結論は出ていない。成中の頭羽根端までの長さは、東キリギリスがオス2 5 5 3 6 0ミリメートル、メス24.537.0、西キリギリスがオス2 9 0 3 7 0ミリメートル、メス3 0 0 3 9 5ト、mm、ルで、 メスの方がやや大きい傾向がある。緑色を基調とする緑色型と褐色を基調とする褐色型がある。羽の長さも個体群によって長短の変異がある。一般に東キリギリスでは羽が短く側面に黒縁が多く、西キリギリスでは羽が長く黒縁は一列程度か、あるいは全くない。共に触角は長く、 前足には足の直径より長いトゲが列成する。オスは全身に発音器を持ち、メスは腹端に長い産卵器を持つ。成虫の頭から羽端までの長さはおよそ 2440mm ほどで生育環境により緑色の個体とか色の個体が生じる。弱霊幼虫は全身が緑色で頭部が大きい。年一で成虫は夏に現れ、 草むらなどに生息して、他の昆虫などを捕らえて食べる。鳴き声は、ギーとチョンの組み合わせで、普通は、ギーの連続の合間に、チョンが入る。21世紀初頭では、日本列島には少なくとも4種のキリギリス属の昆虫が生息すると考えられている。しかし、そのうち北海道の羽長キリギリスと沖縄の沖縄キリギリスを除いたもの、 すなわち、青森県から鹿児島県の地域に分布するものは、20世紀末まで、ただ一種のみであるとみなされていい。その標準和名がキリギリスであり、学名はこの類としては日本で最も早く、記載されたが用いられてきた。ところが、1990年代に日本のバッタアメの研究が盛んになり始めると、それまでキリギリスとひとまとめにされていたものにも、 地域ごとに様々な特徴を持つ個体群が存在することが知られるようになった。中でも東日本と西日本とに分かれる広い分布域を持つ二群は明らかな別種とみなされ、1997年にそれぞれ東キリギリスと西キリギリスと名付けられた。また従来の学名バージェリーは長崎産の標本に基づいて記載されたと推定されることから、これを 西キリギリスに対してのみ持ち、東キリギリスには、かつてのシノニムとされていたという主称名が当てられるようになり、その結果、従来のキリギリスという種の概念や、標準和名としてのキリギリスという名は使用されない、傾向になった。2006年に発行された、日本初の網羅的なバッタメ図鑑である、バッタ、コオロギキリギリス大図鑑などに従えば、 従来キリギリスとされていたものは以下のように分類される。このように20世紀末期から急速に細分されるようになったが、分類に欠かせない分子系統解析などが十分に行われていないこともあり、日本のキリギリス主群の分類には未解明の部分も多い。本州西部、近畿、中国、四国、九州に分布、以下の地理的変異があるとされる。 青森県、岡山県、淡路島も含む2分布。近畿地方では、西切ギリ,リスを取り巻くように分布している。以下の地理的変異があるとされる。真夏の瓦や草原で鳴いている昆虫としてよく、知られるが、山間部にも生息している。縄張りを持つため、複数の個体が密集して生息することはない。生息場所は、日当たりの良い草原だが、トノサマバッタなどより、 草丈が高い草原を好む。丈高いすすきや生いたかわだち草の茂みに潜み、ちょ、ぎーちょと大きな声で鳴く。危険を感じると、義子により落下して、落葉のもとに潜ろうとしたり、茂みの深い方へ深い方へ、下へ下へと素早く逃げ進んでいく性質を持つ。むやみに飛び跳ねて、草上に姿をさらしたりすることは少ない。 とりわけメスは泣かないため居場所を特定できず、最終にはロークを伴う。退職も緑と茶のまだら模様で、泣き声はすれども姿は見えずということが多い。こちらが近づくと足音を聞いて、泣くのをやめるので、見つけるのは難しい。補充に成功しても後ろ足が折れたり切れたりしやすく、また鋭い大輪もで手に噛みついてくるので注意が必要。このように臆病であるため、 飼育下でもその環境に慣れるまでは、ケースの蓋の裏など物陰にすぐに隠れてしまう。卵は3月4月に地中で孵化、地上に脱出した発霊幼虫は、草本上で生活を始める。初年では、体が小さいため、主に稲科草本植物の種子や花粉を食べて、成長するが、成長するにつれ、林死目の幼虫や小型の他の直死目なども、捕食するようになる。 共食いもする。自らの陣取っている双方を中心とする縄張りを持ち侵入してくる同種同性個体及び多種に対してはシック攻撃を仕掛け可能なら捕食する。肉食は不可欠であり、動物性タンパク質を取らなければ幼虫はうまく成長できず、またミスは産卵に支障をきたす。飼育下でも幼虫に植物性の餌だけを与えていると。 元気に見えてもある日突然死亡するというパターンがよく見られる。削り節やドッグフード等を与えるとガツガツとむさぼり、腹部がパンパンに膨れ上がる様子が観察できる。春から初夏にかけて、林縁の春ジオン、姫ジジオン、タンポポ等の花状に生死している幼虫をよく見かけるが、彼らは花粉を食べつつ放火してくる他の昆虫を待ち構えている。 前足と中足に生えている、たくさんのトゲは、そういった獲物を捕らえて逃がさないための適用である。肉食性が強いヤブキリ、ウマオイなどはこのトゲが発達しており、逆に草食のクツワムシは発達していない。幼虫はいろいろな動植物を食べ、脱皮を繰り返しながら大きくなるが、大きくなるにつれメスのビブには、長い産卵管が目立つようになる。脱皮およびウ化には、 困難が伴い、特に長い後ろ足を抜くのには、時間を要し、脱皮完了には1時間くらいを要する。この寒風にさらされて失敗することや、同種含む、肉食性の外敵に食われて死亡する個体もい。このため比較的風邪の少ない、外敵の目につきにくい夜間を選んで脱皮をすることが多く、特に明け方近くによく行われる。 脱皮の姿勢は六本の足で草の茎などにぶら下がり、頭親や,や斜め下に向けた姿勢になって行う。バッタやコオロギなどでは水平面でも行われるが、キリギリスは長い足が災いして、脱皮の姿勢が限られてくるようである。脱皮後しばらく体が固まるまでじっとしているが、動けるようになるとまず自分の抜け殻を食べる。これは、装飾中心のクツワムシにも見られる行動で、 栄養補給のためだと言われるが別に食べなくても、正常に成長する。人間がキリギリスを捕らえようとすると、幼虫は跳ねて逃げるが、成虫はしばしば喫死し,してポトリと地面に落ち、下草や落ち葉の下に潜ろうとする。早い地方では6月下旬頃から成虫に浮かする。鈴虫投稿ロギー上下の昆虫と異なり、オスの成虫は講師を取り去ることはない。 オスは全死をこすり合わせて、ちょんぎりっと泣く。活発に泣くのはむねに少量の豊富な改正時に限られ、火が陰ったり、夕刻以降は原則として泣かない。泣いたとしても不規則で、次の声を発するまで時間を空ける。メスは、微単の長大な産卵管を地面に突き刺して、産卵する。キリギリス赤の負荷のメカニズムは、不明な点が多く。 適切な温度の上下が適切な回数加わらないと、休眠プロセスが完了せず孵化しない。また、孵化が産卵の翌年のこともあれば、最大4年後になることもある。これらの点と激しいとも食いによって、多頭飼育がほとんど不可能なことから、日本で伝統的に親しまれてきた直締め昆虫でありなら、スズムシと違って、類代繁殖飼育方法が確立していない。 野生下の成虫の寿命は生活環境にもよるが平均2ヶ月程度である。遅くとも11月には全ての野生個体が死亡する。ただ、良好な飼育下では翌年初頭まで生存することもある。老化した成虫は不接害死して垂直面歩行能力が失われ、オスは鳴き声も弱い弱しくなる。繁殖の終わった成虫は冬を越すことなく死んでしまう。 童話、は、ありと、キリギリスでは歌ってばかりで冬への備えを忘れる、怠け者に描かれるが、それなりの生を全うするキリギリスにしてれば失礼な、話かもしれない。キリギリスは、古くから、日本人によって鑑賞用に飼育されてきた歴史を持つ、古典、虫メズル姫くんにも登場する、今日のコオロギとしてではなく、バッタによく似た緑色の虫として、いわゆる、 虫売りという行商ビジネスは、江戸時代中期に確立するが、キリギリスは鈴ス虫、松虫と並ぶ彼ら、虫売りの代表的商品の一つであった。当時、コオロギ海外で唯一商品価値を持つ、泣く虫であったキリギリスは、竹製のカゴ、ギスカゴに入れて販売されており、そのカゴが、縁側や店先に吊るされて、キリギリスが鳴き声を響かせのは、江戸の夏の風物詩であった。 時代は移り、籠も竹製ではなく、ポリエステル製が多くなりはしたが、デパートやお店で、キリギリスが販売されるのは、1980年代、初頭までよく見られた光景である。大きな河川敷や野原では、小銭稼ぎのキッチョのおじさんが21世紀に入った今でも、時折見られる。これらは、江戸時代の文化というより、江戸文化であり、現在でも、 昆虫マニア的動機付けではなく、伝統的娯楽として、キリギリスを飼う風習が伝播継承されている地域は、関東一円が主であるという。従って、ギスカゴに入れられ、飼われてきたキリギリスは、東キリギリスということになる。ただ、狭いギスカゴに入れて、キュウリやナスだけ与えるという伝統的飼育手法は設立と言うべきで、それらの野菜に含まれる。 最低限の水分により短期間生存させておくに過ぎなかった。長期飼育技術において古くからより進歩していたのはむしろ中国であり、穀類や小昆虫といったタンパク源を与えて晩秋までコンスタントに生存させることができていた。現在の日本では飼育技術も大幅に進歩し、プラスチック水槽を飼育ケースとし、野菜よりも穀類、 稲科草本の穂、干渉魚用のペレット、ドッグフード等を豊富に与え、飲み水も別途用意することで、長期間切り切りスを健康に生存させることが可能になっている。とりわけメスは、延命効果が顕著で、飼育環境が良好であれば、正月を迎えることすらある。同族の種は互いによく似ており、分類は難しいが、それぞれの分布域が異なるため生息地から、 判断できることが多い。また、ヤブキリ族や、カラフトキリギリス族などにもよく似たものがある。古典に見える、キリギリスはキリギリスではなく、コオロギを指している。ハタオリムシ、ハタオリメ、ギス、ギッチョなど、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。